たびたび話題に上がっている馬ら島大型輸送艦ですが、F-35B 戦闘機を艦載できる機能がありませんでしたね。今回は、馬ら島大型輸送艦とした意味について、詳しく見てます。韓国ハカが、出雲をライバル視していますが、その性能は大きく違っているのです。F-35A 輸送艦だったのかな。2021年6月、韓国海軍では、最大規模を誇るドクト級強襲揚陸艦の2番艦、マラドが、14年ぶりに、就役を迎え、これ、以後の公試し運航等を経て、来年2022年には、実戦配備が行われるのではないかと言われている。ドクト級強襲揚陸艦も、海上自衛隊の護衛艦、出雲、や、加賀と同様に全通式の飛行甲板を備えており、その見た目の形状から出雲、加賀の航空母艦界の対抗を目指している可能性も指摘されていた。しかし、ドクト級強襲揚陸艦の2番艦マラドも1番艦ドクトと同様に航空母艦化の際には艦載機となるであろう F-35 ライトニング 2B 型の排熱に耐える甲板は備えておらず、その可能性はない。マラドは、基準排水量約14500トン、満載排水量約19300トン、全長 199.4 メートル、全幅 31.4 メートルほどとされており、14年の歳月を置いた結果、1番艦、ドクトよりも、若干大型化はしている。もともと、2007年に1番艦、ドクトは就役したものの、従来の韓国海軍にはない規模艦の大型艦艇であったため、その運用の実証データの蓄積が必要とされ、今回の2番艦、マラド就役まで、時間を要した経緯がある。こうした1番艦、ドクトの実証データの蓄積は、その後、約7年間にわたって行われ、そこから得られたデータをもとに2番艦、マラドは、2014年に建造化決定、2017年に起工、2018年に進水を果たしていた。2番艦、マラドは、その後、本来であれば、1年早い2020年の就役が見込まれていたが、同年に発生した世界的な新型コロナウイルスの流行の影響を受け、結果として、1年遅れの2021年の就役までずれ込んだ形だ。紆余曲折は、あったものの今回の2番艦、マラドの就役までの期間と並行して、これに続く3番艦の建造計画も、同時に進められていたが、固定翼、機の運用が可能な3万トン超級の新型艦計画が、2018年8月に浮上する。これを、翌2019年7月に、韓国海軍が検討の結果承認する流れとなり、ドクト級強襲揚陸艦の3番艦建造計画は中止され、変わった3万トン超級の新型艦計画が、計画名 CVX と名付けられ、新たな計画として開始された。ドクト級強襲揚陸艦である、ドクトと、馬ら島、マラドの2隻は、共に、関心、阪神重工業者の影島造船所で建造されたが、新たな CVX 計画は、2019年10月に、ヒュンダイ重工業者が、基本概念の設計を請け負うこととなった。このヒュンダイ重工業者による CVX 計画の基本概念の設計は、2020年後半に、韓国海軍に納められたが、これに呼応する形で、韓国政府は、同年8月に2021-2025中期国防計画を打ち出し、ここで揚陸能力を省いた軽空母となることが決定された。ここに CVX 計画とは、基準排水量で3万トンを超過する軽空母であることが確定事項となるが、ドクト級強襲揚陸艦の2番艦、マラドは、その就役の時期から、今後の軽空母建造に向けた
実証データの取得の任務を負う模様だ。ただし、あくまでも、ドクトとマラドラのドクト級強襲揚陸艦の用途は、上陸作戦の遂行にあり、飛行甲板には、5箇所同時の離発着が可能な大型ヘリ用のスポットが備えられている。ここでは、大型ヘリだけでなく MV-22 オスプレイのような大型輸送機の運用も視野に入れており、かつ、艦尾には、大型のルスヒ型やクッション型揚陸艇2隻を収容可能であり、水上からの輸送揚陸機能も充実させている。これら航空機や上陸用集艇を用いて、ドクト級強襲揚陸艦は、約700名の上陸用の兵員を収容可能であり、これに、車両等では、トラック10両、戦車6両、水陸両用装甲兵員車6両、野戦砲兵の3個班を収容する能力を完備している。前述の LSF アヤエ型やクッション型揚陸艇は、アメリカ軍や海上自衛隊が配備する LCAC-1級エアクッション型揚陸艇と、ホボ同様の能力を持つ、ホバークラフト型艦艇で、兵員約145名、戦車1両、水陸両用装甲兵員車3両を積載可能だ。ドクト級強襲揚陸艦は、こうした航空、及び上陸用集艇、上陸用集艇によって、敵地への空、海同時進行での上陸作戦を実行可能であり、かつての朝鮮戦争での北朝鮮との戦訓からか現在でも、大規模な上陸作戦の展開を視野に入れている。ただし、ドクト級強襲揚陸艦は、これら対北朝鮮に向けた上陸作戦以外に、これまで内陸の半島国家としては求められていなかった外洋への進出も、可能な海軍力の構築を基としており、その統括を担う艦となることも検討されている。具体的には、外洋での作戦遂行が可能な機動艦隊を3部隊整備する方向とみられ、一つの部隊の司令部機能を、こうしたドクト級強襲揚陸艦や、今後の CVX 計画の3万トン超級の軽空母が担うものとなると予想されている。ドクト級強襲揚陸艦は、触れておく必要があるであろう、重要な項目の一つに、その艦載機たるヘリコプターの運用と、その機体そのものの調達が遅延していたという現実を避けて通ることは、できないだろう。ドクト級強襲揚陸艦は、前述のように、1番艦、ドクトが、2007年に、就役を迎えたものの、それから11年後の2018年1月まで、専用のヘリコプターの配備が行われておらず、韓国海軍の既存の UH-60P や UH-1H ヘリで代用されていた。これらは、洋上での運用に必須である、潮風により、機体が傷むことを防止する防炎加工や、艦上、艦内での運用を容易にするためのローター部分を折りたたむ機構を備えていないなど、およそ、強襲揚陸艦としての機能に、疑義を感じさせるものだった。2013年に、韓国航空宇宙産業者が開発中の純国産ヘリコプター、KUH-134 の完成の目途が立ったことで、ようやく、これをベースとした輸送専用のヘリコプター開発に着手し、これが MUH-1 マリンオンとして配備された。この MUH-1 マリンオンも2018年7月に運用中に墜落事故が発生し、一時配備が停止されていたが、対策を施した上で2019年に運用が再開され、2021年6月までに13機が調達され、なんとか実運用をこなしている状況にある。一方で、敵前上陸作戦に必須の攻撃型のヘリコプターの選定は難航を極め、ようやく2021年4月に国産の MUH-1 型の武装ヘリに決定、
今後2031年に向けて24機を調達する計画で動き出しており、細木に失した感は否めない。こうした韓国海軍のドクト級強襲揚陸艦の状況をはためから見ると、艦艇は建造し収益させたものの、肝心の航空能力を担うヘリコプターの調達が伴わないなど、ちぐはぐな事態に大きな違和感を感じざるを得ない。しかし、日本の海上自衛隊も護衛艦、いずも、加賀を航空母艦化するとは言うものの、常時へ、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機にはしないと、政府は述べており、目的の定まらない運用は、決して他山の石ではないのかもしれない。